はい、どうもチャースレオシグです。本日の動画は決まりすぎだる。はい、この機体前作からの参戦機体です。っごく強くて、まあ弱体化が入り続けても、まあ前作周期はかなり強かったキャラだったんですけど、はい、今作かなりの弱体化と一緒にわけのわからん派生がついております。こちらです。はい、なんか一発ガッて殴ってからダインスレイブを突き刺す派生なんですよね。はい、これ、はい、格闘サブ派生になります。なんじゃこりゃ。なんだろうな、これ、みたいな。前作はね、なかったんですよね。前作のこいつのわけのわからん派生といえば、まあ、格闘特殊派生っていう、まあ、相手をすぐに受け目深ダウンまで持っていくっていう派生があって、まあ、100歩譲ったらまだ使い道分かったんですけど、これは使い道がね、まあ、オバヒデ格闘当てた時にダインスレイブ入れられるよねって思ったんだけど、でも、まあ、オバヒデ N 角当ててもね、N 角ダスキーかダインスレイブ入るし、オバヒデ横当てた時にダインスレイブ入れる派生なのかなっていう感じで使ってました。はい、で、これね、なんか威力だったりなんですけど、まあ、普通に N 角出し切りサブとかの方が減りますね、横ドッからは。はい、で、一応ね、横ドッから追撃で前角から、N サブ派生とかもできるんだけど、なんだ、この派生っていう感じが正直の感想です。はい。はい、といった感じで今回このサブ発生いっぱい使ってきた動画になります。他にもね、その弱体化変更点がある喋っていくんですけど、まず結構ね、横突角が目に見えて弱くなっております。伸びだね。伸びとは速さかな、その追従するの速さ。この2つがかなり弱くなっているのと、はい、多分、待望の人は待望の、オーバーヒートで横突角が出なくなりました。まあ、これはね、まあ、結構全体の修正なんで、オーバーヒー弱くしようってのは。はい、で、オーバーヒー中に横とか出ない代わりに、N 特化が出るんですけど、これがね、ちょっと面白いのがね、射撃バリアがなくなります、オーバーヒー中限定で。これ、どういう仕組みなんだろうね。はい、なんかオーバーヒー中だけ N 特化の、ぐるぐるのベイブレードのやつが、射撃バリアがなくなると。で、一応、オバヒデピョン角も出たりするんですけど、オバヒデのピョン角の射撃バリアもなくなってるのかな。まあ、N とかが出ないということで。はい、という感じで、オバ引かない弱体化、プラス横とく弱体化ですね。じゃあ、2試合目移ります。はい、で、あとですね、このキャラ、格闘火力がめちゃくちゃ下がっております。はい、もともと横とく角出し、横とくから N 角出し切りサブで、280、70ぐらい削れてたのかな。うん、ちょっと正確な数値は分からないんですけど、まあかなり減っていて、プラス鈍足をつけられたよねっていうすごい強いね、コンボだったんですけど、こちらの火力が238まで落とされています。まあ、鈍足つけながらやるか、あ、一応オーバーヒレこんな感じで 横角当てた時にサブが発生入れると、まあ便利だよねっていう感じです。はい、で話戻しますと、まあそんな感じで、格闘火力が非常に下がっております。どこが下がったのかっていうと、自信ないんだけど、横突角のダメージが70ぐらいになってたんすよね、確かね。うん。だから、まあ、横突の火力自体が落ちているから、横突指導でのダメージが伸びなくなったのかなっていう印象はありますね。はい。まあ、つっても230、まあどうなんだろう。まあでも、まあ、鈍足つけられるからいいんじゃねえかななんて思うけど、まあどうなんすかねって感じですね。はい。で、あとですね。まあ、これは、なんかこう、システム的な変更なんですけど、ダインスレイブ当てた時のグラフィックがめちゃくちゃいかつくなっております。はい。見えにくいね。視点変えちゃってね。はい。まあ、なんかね、すごいガーンって痛そうです。ああ、相方も痛そうですね。はい。じゃあ、そろそろね、実況の方移りましょう。対戦相手がノルンとバンシーの編成ですね。さあ、一度こちら落ちてしまい、ビームマグナムこっちを襲ってくるんで、ここは一回逃げていきたいか。さあ、高飛び。はい。おばひから横とくは出ないんで、N 特角で高飛びするしかねえか。N 特角でおばひやがきするしかありません。まあ、なかなかね、これね、みっともないね。口でずっとぐるぐる回ってんのね。さあ、一応立ってこれ間に合わず覚醒は溜まりましたね。どうしようか。さあ、これ、ノルンは一回無視してバンシーの方行っていく感じで、さあ、相手をメインで一発当てれば終わりな状況なんですけど、負けちゃった。はい、最近ね、うちの動画で負け視点が多いだのなんだの言われるんですけど、大体ね、負け視点があるときは、まあ、弱体化キャラっていうのが一つと、あとはね、単純にま、試合内容かな。試合内容が割と良かったら負け試合でも採用してます、うちは。はい、3試合目行きましょう。いやー、でもこの機体さ、なんかこう、謎な派生多いよね。まあ、今作からついたこの格闘サブ派生もそうなんですけど、あのね、このキャラの格闘特殊派生の、まあ、ちょっと乱舞してすぐダウン取る派生があるんですけど、
あれ知ったのがね、存在知ったのが稼働周期だったんですよね、俺エクバツの。みんな知ってた？最初から知ってた？あれ俺全然知らなかった。てか一回もやられたことないんですよね、格闘特殊合わせ。はい、っていう感じで、まあいろいろ謎な仕様が多いですねって感じで、じゃあ3試合見ていきましょう。対戦相手がギスリーと、あれは赤くの編成ですね。さあ、ヨーロッパが格闘サブ発生。多分 N 角打スキルサブの方が減るよね、これ絶対ね。うん、いやなんかこれまあなんかダメージが高いのかなーなんて思って最初やってたんですけど、まあでも冷静にそんな高いわけないよな、こんな、まあ、コンボ時間早いし。あ、まあ一応これのメリットとしては、まああのコンボの乾燥時間がすごく早いんで、まあその張り付いて相手をすぐ倒したいっていう場面では、 N 角出し切りサブよりはね、受け身までが早いからいいのかなーなんて思ったりするけど。さあ、これ一回赤くにぶっ込まれて、さあガーベラまでぶっ込まれてしまって覚醒止まってる状況ですね。さあ、一郎ピンコで距離を取ってから横とこうねじ込んでいきたいか、しっかりこのメインで動かしてから格闘から、えらい、うん、サブハースやるのかと思った。サブハースやったらワンチャン落ちなかった説あったからね。さあ、といった感じでここは一回ムチに引っ張たかれてしまい、あがどもちょっと体力危ういんで、ここはレッドフレームとドラゴンどっちが先に落ちるかっていうチキンレースですね。さあ、一郎相方落ちて、ここダブロックの展開なんですけど、まあここはもうお構いなしに振っていきましょう。横とこが伸びない、まあでも、うん、元が伸びすぎてた感あるけど、まあ結構ね、届かない場面は多いですね。うん。さあ、そして、ここは一回ギスト、すごく気まずい読み合いをしながら、メインからオバヒデの横からはね、こうやってサブハウスで入るのは便利だったりするんですよね。さあ、一度ギスト、寝かせて上取ってから、ここはなんかすごく気まずいが、さあ、相手を動かしながら、ここは取っていきたい。さあ、メインから、よろけから、お前サバハセやんなよ。あ、やっちゃった。これサバハセじゃなかったら落ちた説ないか。いや、なんかね、俺もね、本当にね、ダメージ高いと信じてね、ずっとやってたんですけど、今思うと、まあ、多分、いやね、封印安定なのかな。でも使いたいよね、こういう派生ね。はい、ちなみにね、一応ね、派生のダインスレイブはシステムの都合上、普通のサブより単発ダメージが高いです。じゃあ本日ラスト見ていきましょう。これ、ビダールの格闘サバ派生、弾数消費しなかったらすごく面白いんだけど、まあでもそれやっちゃうとやりすぎか。はい、まあという感じで、じゃあ本日ラスト見ていきましょう。対戦相手がサンドロックとダブル X の編成ですね。さあ、一回横とかが当ててからサバ派生、ダインスレイブまで入れたいが、ここはカットされてしまったが。さあ、一度寝かせて再び張り付く状況ですね。さあ、メインピョンガク、上を取って横とかが当てていって、さあ、サブ派生を入れていくと、差し替えどん底まで繋いでいって、そこから張り付いていきましょう。さあ、ここは一回ダブル X 動かしながら、ここで相手の横角に勝っていった。さあ、ここはね、もう無難に N 角と出し切りかサブですね。一応こっちは238で。あれ、これいくつ円だろうな、横どこから格闘サブ発生。あんま減らなさそう。さあ、ダブル X 再び追い回しながら、ここで一回落とすことができたか。相方もサンドロックとお見合いしてくれてるんで、ここはよしとしましょう。さあ、サブ発生やりたかったが、相方に邪魔されちゃったんで、こっちにやっていきましょう。さあ、格闘サブ発生やろうとしたら、サンドロックのアシストが飛んできてしまった。なんか全然やらせてもらえない。ここで決めていきたいんですけど、なんかね、そう、ダインスレイブの前にカットされるんですよね。はい、っていうのもね、カット体制があんまりないんですよね、こうやって見ての通り。はい、なんでなんだろうな、本当に相手をすぐさま倒したいとき、タイムアタック用のコンボか、あとは、あれかなー、なんだろう、こう、んー、まあ、やっぱ、オーバーヒラ当てた時かなー、相方何してんのかなー。さあ、といった感じで、かなりスマブラ状態でありますが、これ覚醒が溜まってるんで、一人になったダブル X を襲っていきましょう。さあ、なんですけど、さあ、先ほど分かったんですけど、今度は横の格闘で振り返されてしまったが、なんか、すごい友情コンボで勝った。はい、といった感じの、ラストでした。はい、といった感じで、今回ね、ビダールの動画でした。格闘サバ派生、なんかもっといい使い方ないかな、これ。はい、じゃあエンディング行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、キマリスビダール視点。なんかまあ、かなり弱くなったけど、あのね、まあ、弱キャラソムリエの僕から言わせてもらうと、まあなんか、もう3000歳以下とかそういうわけじゃない。なんかね、なんなら多分ハルウッドとかの方が結構きつい気がした。ちなみに俺はハルウッド乗って取ろうとして折れた記憶があるんで、結構ハルウッドの評価は低いです。はい、といった感じでご視聴ありがとうございました。キマリスビダールでした。次回の動画も楽しみに。バイバイ。